皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。今回は国内のいいねランキング難しいの9位、エアシップオブザ12ウォールジャンピングス。なんで12だけ日本語で言ったんだろう。まあいいや、AER さんという方のコースですね。ベストタイム52秒、クリア率 12%。10% 超えてるんでね、壁ジャンプ苦手な私でもなんとかクリアすることできるんじゃないかと思います。まずはここは、隠しチャップ、ありがとうございます。ズルはできなそうかな。ズルしちゃいけませんね。ズルは大嫌いですよ。ズルしないと私の実力はこんなもんでございます。ほいほいほい。変にクロリンとかもまだ序盤だからいらなかったんでしょうかね。 P スイッチ落ちていったら、あ、なんでこんなところで落ちるんだろうね。あー、こっからでよかった。ほい。あ、ここ壁になってたのか。どこが壁なのかよく分かんなかった。ここ上には行けない。次は砲弾が見える。やめてくれ孝太郎さん。からの、ここはどうすればいいの。これでいいの。違う違う、下に行く。あれ違うね。どこがルートなんだろう。正解がよくわかる。あ、こっちか、左側だ。ということは多分制作者さんの狙いとしては、この砲台を使ってカビキックを言ってくれっていうことだったんでしょうけど、一発でこうギリギリのところに立てば上に乗れちゃうんですよね。はい、ズルはいきませんよ。皆さん、こんなことをする卑怯者は私だけで十分ですからね。皆さんは正々堂々と遊んでいってください。で、クルミンしてこっちに入ってきたら、次はなるほどね、砲弾使って左側の方に行けよと。あ、いいですか、ズルすると皆さんもこういう目になっちゃいますよ。真面目にやっていくのが一番です。おい、こっち正解。そろそろ中間ポイント欲しいんだけど、あるかな。あった、やったね。できれば大きいまま行きたいなと思わなくもないけど、こういうコースだと実はチビマリオの方が簡単だったりもするんで、そこはいいかな。ほいほい、無事に一発で抜けてこられました。ここはあの隙間を叩けと。そしたら大きなボム兵が出てきて道を開けてくれる。オッケー。そして次はやだ、くるくるランチ。もうくるくるランチ見ただけでよっしゃ、めまいがしてくる。よし、どん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 防虫、どんどん防虫。お、2個目の中間ありがとうございます。これなんかこの間のコースに似てませんか。何日か前にあげたコースで、なんだっけ、ツイッターで孝太郎さんおすすめのコースっていうやつでしたっけ。確かブラックパックンが乗ってる壁を砲台かな、ひたすら壁キックで登っていくのがあったような気がするんだけど、あそこ苦戦したんだよな。今回も同じ香りがしてきた、香ばしい。よし、どんどん登っていきたいよ。登っていきたいんだよ。よし、あ、今のヒップドロップしてればいけたな。もったいないな。ほいほいほい。あー、難しいんだってこれ、見た目以上に。ブラックパックンさん、こんにちは。ハバーナイスデイ。よし、ヒップドロップ使ってたけどなんとか登ってこられた。これはこうですね。オッケーオッケー、このぐらいだったらまあ楽勝かな。踏むよ、何が起きる、落ちるんだけど大丈夫、大丈夫だった。オッケー、急げとかじゃないよね。危ない危ない。あ、そしてここに、チクショウめマリオタイ。よかったよかった。最後はめられたよ。なんですかあれ、思わず絶句しちゃったじゃないですか。ヤシップオブザ20ウォールジャンピングス AER さんのコースありがとうございました。ベストタイム早っ。はい、お待たせいたしました。次はまたアンナさんのコースですね。メットはかぶっちゃダメ、投げるもの簡単、クリア率 7% なんで本当に簡単なコースだと思います。それにしてもアンナさんのコース
ぱいランキングに入ってますね。羨ましい。メットは投げるもこっちか。了解了解。そして、あぶねギリギリ届いた。危ない、落ちる落ちる落ちる。結構ギリギリジャンプ必要なんですね。間に合った。はい。間に合え。ここ、危ない。うまく投げ入れられないと、ブラックパックンさんにこんにちはして落ちちゃいますからね。ここに投げ入れて、ジャンプ。ほい、投げ入れていきましょう。危ない。あ、待った待った待った。これはズルできるんじゃないの？ズルしちゃうよ。いい子のみんなはズルしちゃダメだよ。あれ？あれ？どういうこと？待って、もしかしてやらかした？よし、みんな、ズルはオッケーかい？準備はいいかな？せーの、ゴール！イエーイ！いやー、ズルしまくりましたね。みんなズルしちゃダメですよ。みんなズルしてるとクルクルクールみたいになっちゃうからね、気をつけてください。メットはかぶっちゃダメ。投げるもの簡単、アンナさんのコースでした。はい、今日の最後のコース、こちらを遊んで終わりにしましょう。初心者でも楽しめるスピードラン1880秒、アオイさんという方のコースです。クリア率 2.4% なんで、さっきまでに比べると一気に難易度上がってきましたね。まあでもね、80秒長いんで一発はちょっと無理かな。二マス壁キック難しいんですよ。多分ね、皆さんの見た目以上に難しいんです、二マスは。二マス以外もできませんけどね、お邪魔します。とりあえずループを覚えていかないと、右に進むのか左に進むのか、その辺はっきりしてくださいね。上に登ってからの、時に当たりがないかーい。なんやそれ。バネ、大きく。この先、上のガリガリ要注意。早めにジャンプして、OK、土管に入れました。次は土管くぐりか。よし。で、上、Pスイッチを踏んだら下に落ちてくるで。そしてジャンプかよ、わかんないよ。土管に入っていきましょう。土管くぐったら、その先の PSH のところですね、下の音符。あそこで、ジャンプ。そしたら、赤コイン回収して、1、2の、サンガリア。いいですね。お、ちょうどいいタイミングで、PSH が切れてくれました。土管にお邪魔します。残り37秒、鍵ゲット。上、上、ほいほい。1、2の、サンガリア。そして、上の隙間をくぐっていって、下赤い。この下、うまく取れるようになってるんでしょうね。なんか今、取れないタイミングもありそうで結構怖かったんですけど、間に合うか？下、下、下、下ラーン。持ったかな？下ラーンのエリアは。ここは下かよ。それはわからんで。お邪魔します。残り13秒。間に合え！よし。次の、スタンガリアー。はぁ、Woo!
あ、戻ってこられた。まさかあんなところでやられるとは思わなかった。参りましたね。さすがに参った。初心者でも楽しめるスピードラン18修正80秒青井さんのコース遊びました。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだお済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コース募集もしております。皆様どんどんコースの方お寄せください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。